はい、皆さんこんにちは。栄養家の小藪です。本日は、レッスン6のパート1の、グラマーとプラクティスについて解説します。1組と6組で、ここのところ授業はね、終わらなかったので、そのためのものなんですが、それ以外のクラスの皆さんもね、復習があったら見てもらえればと思います。それでは頑張っていきましょう。はい、それでは教科書81ページの、グラマー、こちらをね、説明していきたいと思います。はい、今回は SVC の文なんだけど、この C がね、ざっとなんで始まる説とあります。この説って言葉なんだけど、これはね、 S プラス V の、あるいわゆる文だよね。はい、のことを説と言います。はい。ざっと説なんて言葉ね、聞いたことあると思います。はい。で、この場合はですね、例文見ていきたいと思うんですけども、この、なんとかなんとかということであるところなんだけど、このざっとからこう続くね、これが、長い、これで名詞になりますよってことです。ね、なので、これは、先ほどありましたように、これを名詞説と言います。はい。ね、ということです。はい。ね、そういう形のものを覚えていきましょう。はい。で、本文で出たのが、この The problem was how I could become a pro race car driver という文になります。ね。これは、問題は、はい。B としたらイコールね。問題イコール、How ですから、どうしたらプロのカーレーサーになれるかと、ということなんだよね。ということで名詞になります。どうしたらプロのカーレーサーになれるかということなんですね。はい。ね、問題は、どうしたらプロのカーレーサーになれるか、だったということになりますね。はい。で、同様に、こう、ざっと以外でも、how とか why とか whether なんか書くことがあります。はい。ね、主語の内容について説明しますとありますね。まあ、なぜかというと、これは B 動詞イコールだからなんだよね。当然ね。はい。じゃあ、例文見てみましょう。二つ目が、the truth is that he didn't write the report.これは、the truth というのは、これは真実だね。真実イコール、he didn't write the report から、彼が、その、レポートを書かなかった。ということなんだね。で、his sister did ってことは、この did は、his sister wrote, あ、今スペル間違えました。wrote the report。ね、彼の、まあ、姉か、妹が書いたということになりますね。まあね、実は日本語すぐは真実イコールというよりはね、実を言うと、ね、彼はそのレポートを書かなかった、ね、彼の姉もしくは妹が書きました、ね、ということになりますね。はい、じゃ次です。 The question is whether he will arrive on time。はい、この whether というのは何とかかどうかって意味です。はい。どうかね。on time とは、時間通りにってことです。ですから、問題は、ね。問題イコール、私たちが、
時間通りにアライブ、到着ね、到着するかどうかだと、どうかだとなります。はい、問題イコール私たちが時間通りに到着するかどうかだということね、となりますね。はい、はい、ではプラクティスを見ていきましょう。括弧内の括弧を並べ替えて英文を観察しなさいとあります。はい、The problem is、 問題は、はい、じゃあですね、続くもの、これ how だね、これを使いましょう。 The problem、 どうしますか、Problem is how。 はい、で主語になるもの、これはもちろんこれ we だろうね。はい、 we、 はい、で動詞ですけども、助動詞がありますね。はい、 should tell かな、 we should tell。 はい、 tell は必ず tell 人プラス物ね、一番です。人に物を言うという形します。人に物を言うね、取りますから、 tell 人は him ね、 tell him the news か、はい、the problem is、how we should tell him the news、その問題はどうやって、彼にそのニュースを、まあ、伝えるべきかと、ということですよ、とですね。はい、で2番いきましょう。 The question、 The question、 B 動詞、はい、is だね。 The question is、 はい、で、あ、これだったね、 where があります。Whether、 はい、主語になり得るのは、はい、they だね。はい、they、 動詞は build か、ね、build ですけど、助動詞がね、can があるからね、 they can build the stadium となりますね。問題は、彼らがそのスタジアムを作ることができるかどうかだですということになりますね。はい、はい、じゃあ3番いきますね。The important thing、 重要なことは、はい、important thing、 重要なことは、はい、B 動詞は is だね、 is、 はい、そうすると、これは使うの、これかな？ who だね。はい。who を使っていきましょう。そうすると、残ってるのが、はい、動詞。まあ、be 動詞だから、will be ってことだよね。はい。who will be the next captain。誰が、はい、次のキャプテンになるのかですと。重要なことは、誰が次のキャプテンになるのかということですよ、ということですね。はい、となります。はい、お疲れ様でした。で、まあ、評価書のね、この文法のところ、まあ、基本的に文法は A 表でやるんですが、やはり文法がね、しっかり理解できないと、コミュの方もね、長文も読むことできませんのでね、文法を大事にしながら読んでいきましょうね。はい、それではまた近いうちお会いしましょう。 See you!